ミルスペックアイズのジャンボです。コースです。よろしくお願いします。後ろに桜トラムです。今日はこの桜トラムを使って、昭和レトロなね風景っていうのを楽しんでいこうと思います、そうでね、まあ、あの普段うちらが使ってる浅草、が近いっていうのもあって、そうね、まずはこの箕輪橋付近を遊んでから、桜トラムに乗っていろんなところを巡っていこうと思います。これは文房具屋っすね。うん、そうだね。昔ながらの練り消しとか買いませんでした。てか小松菜が超安い。マジ。うん、1袋58円だよ。 これかなり安いね。株が88円だよ。超テンション上がってる。普通に買い物しそうじゃん。いや、したいよね。安いんだね。うん、かなり安いよ。え、ホタテ串。これコウスケさんおすすめ。うん、ホタテ串。じゃあ俺はホタテ串食べてみる。うん、これいいよいいよ。じゃあホタテ串一つお願いします。あとは、あとじゃあ手羽中を二つ。ここがそう、すごいおすすめなんです。美味しいです。有名なお店なんですね。そうそうそう、鳥富士さんっていうんですね。うん、お惣菜が有名なんだ。そう、食べ物も。ああそう、食べましょう。ちょっと腹減ったし、食べようか。ちょっと広い邪魔にならないところ行こうよ。そうね、ポッキーに入ってる。西成のおっちゃんみたいです。くれんでしょ。ポケットから直で柿ピー出てくる。まあでもそんなね、直柿ピーみたいなもんではなくて、もっと上等ですからね、これね。そう、これ食べたことあるんですか。俺ある。あ、そう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 、これこれこれ、ね、冷えてるんですけど、でもいい匂いがします。そうそう、いただきます。食べて。あ、うまい。うまい。プリプリ。うまいでしょ。うん、そう、これうまいですよ。香ばしくてすっげえうまい。あ、めっちゃおいしい。うん、冷めてても美味しいんですね。そうなの、そうなの。だからもう絶対食ってほしい。プリプリ、新鮮な感じがする。食べてください。もう一個。あ、いただきますね。うまい。これうまい。うまいわ。うん、食って。で、次。はい。なんだっけ。またポケットからね。うん。西成式って言うんですけど。分かったか。なんだっけ。これが手羽中ね。コウスケさんおすすめの。うん、美味しいんですこれも。はい、これさ、ちょっとさ、はい、あ、手濡れんの嫌いな人やつ。そう、手濡れんの嫌いな人ですね。そうなんです。男らしくない人ですね。そうなんですよ。うまい。うわ、めちゃくちゃ美味しい。おむくを、うん、これさ、なんか綺麗な食べ方ないんですかね。さっき割った方がいいとか。ああ、おいしい。うん、こういうのってさ、冷めてしまったら油が浮いてね、しんどくなるんですけど、これそんなことないですね。ない。で、これ死ぬほどうまいんだけど、一個だけポイントは、これは外でこうやって食べるものではない。家で温めて食べた方が美味しいと思う。なるほど。あと手がベタベタになるから、外で食うもんじゃない手羽先は。全部は回りきれなかったんですけど、まあ、美味しいもん見切れましたね。じゃあこのまま、トラム、桜トラム、乗って次行きましょう。行きましょう。どうやら、運賃がね、安っ。そう、170円。170円なんや。 IC カードを使うともっと近い、ね、これでもう端っこまで行けちゃうってことね。そう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 、早稲田まで。すごっ。すごいよね。何駅あんの。53駅。53駅。ぐーっと見るとこういう感じだね。あ、ちね、違うね。53駅ではないね。53駅じゃない。なんか数字が飛び飛び。番号があるんだ。でもこんな距離よね。そうだね。170円。しかもさ、改札がないの。本当やね。このまんまね、こっち行くとね、街に出られるんですよ。ほんまや。あ、しかももう来た。もう来た来た来た。もうちょっとせっかくだから撮ろうかな。ああ、かわいいよ。ほら、
1両1両です。東京都内とは思えない。これやっぱ東京なんで朝のラッシュとか満車やったりするんですか。どうなんだろうね。そんなことはないか。もうちっちゃくて可愛いよね。なんかジャンボさんが、そのまんま横に並ぶとね、いかになんかちっちゃい感じかがよくわかるんですよ。ラガーマン、ラガーマンのポーズ。平均的な日本人男性ですからね。僕は。そうそうそう。すごいね。へえ。うん。ここ入り口やった。そう。ちょっとそしたらさ、それであれか、もうそのまま入って中でお金払うんだね。あ、バスみたいな感じ、ね。うんうん。じゃあそれでやっていきましょう。乗っていきましょう。うん、そうだね。行っちゃいましょう。オッケー、オッケー。後ろ流しの今どこまで来た？町屋駅前。町屋駅前。とりあえず荒川。うん。荒川なんだっけ？荒川入園。そうしたらこう来ます。ああああ。音がたまらないよね。実質パスみたいなもんだもん。今映してないですけど、結構乗ってるんですよ。そうだね、30人ぐらい乗ってんじゃない。うん、途中から増え始めたね。そう、まあ、確かに池袋の方まで行くしね。そうだね、うん、それ実際便利でね、うん、大事なインフラだもん。この便利社会的なこと大事ないから。ちょっとワクワクしてきたんだけど、はい、着いたね。荒川遊園。荒川遊園地じゃないんやね。荒川遊園なんやね。そうだね。これじゃあこれな、荒川遊園。あ、これこさ、うん、なんか知ってますこれについて。何も知らないけど5時までやってるってことを知っている。今何時？今4時33分です。やばくない？入れねえじゃね。やばいです。あの、うん、ちなみに、うん、ここのジェットコースターは、うん、日本一遅いジェットコースターらしい。それにジャンボ乗らなきゃダメじゃん。いや乗りたくはない。絶対乗らなきゃ、ね、多分乗れないと思うよ俺ら。なんかあるじゃん、身長とか。ああ、そういうこと。きっとね。うん、いや遅すぎてない可能性もあるけど。いや逆戻りしちゃうんでしょ。てか俺たちは今ああ正しい方向に歩いてんのこれ。全然ジェットコースターがなさそう。ちょっとさ、ほら全然さ、うん、もうなんか遊園というより公園だ、ね、公園だな。しかもね、うん、ちょっとあの辺とかが、はいはい、万字神社、うん、万字って書いてある神社だった。うまや、たこ焼き屋もあるわ。でたこせんって書いてあって、すっげえ今たこせん食べてって思ったの。うんうんうん。なんだけどこれどこで食えんのかは分からない。合ってる？終わったよ。でもあっちに子供がうんわしゃわしゃいるの。ほんとあっちか。ちょっと待ってな。あの遊園地っぽさ、あの、うん、一応ちょっと視聴者の皆さん分かるか分かんないんだけど、はい、これ見よがしにここ歩いてくださいっていう。そうな、道があるんですよこれ。これな、歩道がね。歩道があるんですよ。遊園地っぽい歩道があるね。そう、これを今歩いてます。分かってます。分かりますみたいな。これを歩いて、うん、そっちが正しいかな、そっちに導かれてます今。まあそうだね。っていうか、あと25分しかないけど。本当だよね。はい、25分しかないよね。25分しかない。あ、でも合ってるっぽい。合ってる？うん、こっちの方向っぽいよ。でも相当遠いよ。え？相当遠いよ。でも確かに家族連れとかが歩いてくるから、うん、もう閉園間際で、まあ、1日もう楽しんだ人たちが帰ってきてるよねこれね。そうだね、うん、もう今閉園の音楽バンバン。あ、でジャンボさん、何ですか？合ってました。合ってた。観覧車が、あ、ほんまや、ある。観覧車見えますか皆さん、あのちっちゃい観覧車。
ちっちゃいっていうのはこれなんか悪口じゃないよ、かわいい、かわいいですからちっちゃいは。これさ、荒川遊園っていうだけあって、はい、もう公営施設なのかな。ファミリーコースターが運休してる。あ、そう、アフターフォー入園券。あ、アフターフォーで安いんだね、うん、ちょっとね。そう、今日はもう時間がないから。でもさ、5時閉園やのにアフターフォーはちょっとなかなかシビアやな。シビアだね。1時間だけ。はい、2枚買いました。ありがとうございます。行きましょう。あ、今日20時閉園だった。すいません。はい、ありがとうございます。2名です。はい、行きましょう。行きましょう。すごくない？え、思ったよりすごいよ。ね、ほら。盛り上がっております。余裕で入れましたね、駆け込みで入れましたね。でも時間間違ってましたね。そうだね、ね、8時までやってんだ。8時までみたい。なんか、ね、多分土日は8時とかなのかな。ちょっと安心しました、うん、でもね、こんな施設があるんですね。そうだね、こんなところにね。ちょっとうろうろしてみましょうか。してみましょう。